この時間はマーケット関係者が投資のヒントや注目のトピックを独自の視点で解説していきます。今日の解説は日経 CNBC つゆぐさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあつ口さん、はい、まずは先週末公開でした、はい、マッスルマネーこちらどんな内容でしたっけ？えっと小規模宅地とこの風化学の計算の特例ですね。はいはいあの土地の評価を 八割減らせますっていう特例があるんですけれども、うん、まあ、それ使いますと、相続税が安くなりますよっていうところですね。<laughs> はい、これもなんでなってるん出す <laughs> か。何かあったんでしょうね。冒頭こういう映像がちょっと出てましたけれども。<laughs> ちょっと何のシーンだ、ちょっと忘れてしまいましたけれども、ね、<laughs> はい、ぜひあの興味のある方は、あのご覧になっていただければと思います。うんうん、<laughs> 自己利息はもう決まってます、ね。自己利息はまだ決まってないです。あ、そうだ。えー、っと、ちょっとあの、他の。 YouTuber の方とコラボしたのがありまして、それが確かね、えー、そのダイジェストが流れるはずですね。<ー>はい。どんな方なん、ね？ぜひ、えー、あのご覧になっていただければと思います。<laughs> はい、えー。気になります。はい、はい、ぜひご覧ください。では、家でも体も筋肉質のコーナー参ります。今日のタイトルはこちらです。 SNS 投資詐欺被害を防ぐにはということですねさっきもニュース流れてましたよね、はい、SNS 投資詐欺でまあ大阪府警による逮捕者が90人に上りましたという、ねはいね、ニュース出てましたけれども今やっぱり SNS 経由の投資詐欺って増えてるんですよね、うん、特にね あの目立ちますのは、やっぱり著名人がね、投資を呼びかけているように見せるような、なりすまし詐欺。これもすごい一頃流行ったんですけどね。うん、まあ、あの、まあ、それなくても、他にもね、いろんな詐欺がありますけれども。まあ、まとまった資金を持っていたりとかですね。あと、まあ、老後資金に、まあ、不安があったりする。五十、はい、代、六十代の方、被害に遭うケースって多いんですよね。うん、今回は、だから、日経電子マネーの学びを参考にですね、えー。詐欺の手口、それから被害に遭わないためには、どうすればいいかっていうのを。を 見ていいいきたいと思います、はい、もう私自身は被害に遭ったことはないんですけれどもやっぱり被害額というのは大きいんですか、ね、そうですすねそうん、1人でまあ1億円以上に 1> 1億円うん上るということは珍しくありませんねマネーの学びの記事ではですね60代の男性のケースを紹介しているんですけれども、はい、この男性はですね著名経済評論家の名を語ったウェブ広告を経由して、うん、LINE を、ね、通じてやり取りしたらしいんですよ。はい、それでで助言を元にですね 金とか原油取引をすれば、まあ、多額の利益が得られるというふうに勧誘されまして、まあ、紹介された投資先に資金を振り込みましたそうすると、まあ、なんかね指定のアプリで架空の利益が表示されたらしいんですよねそれをねそれに加えてですねさらに利益を生むには出資が必要などのね連絡を受けまして、まあ、資金をまた振り込んでいったわけなんですよ。 まあその資金ね、結構やっぱ老後資金取り崩したりとか知人だから借金したりして、まあ苦面したらしいんですけれども、被害額はなんと1億円超に膨らんだということなんですよね。本当にあの著名な方になりすましのアカウントっていうのも結構多く見かけますけれども、本当によく確認しないといけないですよね。そうなんですよね。はい。ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。はい。夫婦。いやい。よ、よかった。申し訳でも。はい。 SNS を使った投資詐欺、まあ、かなり増えてまして、まあ、過去最多なんですよね。はい、あの警察庁によりますと全国の警察が相談を受けるなどした認知ベースでの被害件数、はあ、2024年1月から5月に3049件、ね、1>, 1月から5月で3049件ということで、はあ、前年同期の6.3倍に増えている。被害額 増えているということなんですよ。しかも認知ベースですから、まだまだ,、はい、まだまだ隠れたのがあるかもしれませんよねますよね。どんな方が被害に遭うんでしょうか。ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。はい、はい。特に目立つのはね、やっぱ50代、60代の被害なんですよね。<ー>ちなみに1月から3月に 1,、うん、1700件被害があったわけなんですけれども、うん、男女ともにこの世代が5割強を占めているというところですよね。これ1月から3月の内訳ですね。5割ですよ。5割強を占めている。うんはい、被害額はね。 500万円以下というのが、まあ、全体の半数弱なんですが、まあ、500万円以下といっても大きいですけど、ねすね、500万円から1000万円1000万円から2000万円2000万円から5000万円というのもそれぞれ200件超あったということなんです。はいはあ、なるほどその中で やっぱりどうして被害に遭うのかなっていうその仕組みが分からないんですよね。やっぱり儲けたいって欲があるからですね。<ー>すごい大きいと思うんですよ、ね。はい、やっぱ付け込まれるんですよね。るある弁護士の方は、投資詐欺は学歴、はい、職歴に関係なく、はい、誰もが気の緩みに付け,付け込まれて被害に遭う可能性があるというふうに指摘しているんですよね。まあ50代60代になりますと、まあまたまた資金持ちますよね。はい、一方老後不安っていうのも抱え、ね、ますよね。まあそこ付け込まれるわけですよね。なるほど。 まあ、例えばね、うん、誰それをおすすめのこの銘柄は200%ーセ急騰するぜとかね。<laughs> 年間数十パーセント利益当てる投資方法を教えますとか、うん、まあ、そういうのがありますとね。はい、まあ、これもしね、著名人が絡んできますと、まあ、ついつい信じてしまうケースっていうのがあると思うんですよね。はい、まさかね、そんな嘘の広告が堂々と流れていると思わないでしょう。そうですよ、ねはい、で結構そういう広告見かけることは多いですよね。<お>手口としてはどうなんでしう。で、はい、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。はい。 まあ一年ながらやっぱり広告が表示されますと偽動画のことがありますそれでねグループのチャットに招待されたりとかするんですよねまあ最初からいくとフェイスブックとかインスタグラムだとかのあ広告それからグーグル検索で出てくる広告の中にまあ著名人の名前とか写真を勝手に使ってなりすます悪質な広告これがまあ入り口になるケースは多いですよねそれでまあ確実に儲かれますよなんて歌っててですねまあ投資に勧誘するわけですよ中にはね AI が AI 使って著名人が本当に話しているように見せる偽の動画そんなのを広告をクリックした場合ってどんな広告をクリックしますと情報商材購入の勧誘サイトにまあえ通じたりまあ著名人を受賞する人物から投資の勧誘を受けたりすることがあるんですね、はい、例えばですねまあ著名人主催の勉強会の会員になると絶対上がる株をまあ教えるとかですかねあとね。 以降はラインでお話しましょうとか。あよく聞きます。うん、そう、ラインなどのメッセージアプリとかね、<laughs> はい、グループチャットに誘導されてしまうっていうケースがね、うん、多いんですよ。だからそこの勉強会にまあ参加しますでしょ、グループで。うん、そうすると架空の参加者なんかもいるわけなんですよね。<laughs> それで著名人がまあ多数の一般人に助言している様子をね、演出するようなケース、そう,そういうのもあるんですよね。また他にはですね。 SNS 上で華やかな生活を見せると繰り返すケースってあるんですよ<ー>スポーツカーこんなん買ったとかね高級車を買ったとか<ー>今日もこういういい飯を食べたとかねなるほどそれで、まあ儲かる方法を教えます<ー>などとして、まあ、詐欺グループとの会話につなげていくというやりり方もありますねそれがますます魅力的に思えてじゃあ投資しちゃいましたってなるとどうなるんでしょうかあの一旦取引を始めますと、はいまあ、いろいろ巧妙な手口がありますから、はい、追加投資を迫られる。 ことが多々ありますよねそれで偽のアプリで、まあ、架空の取引の利益とか損失までね見せられることっていうのもあるんですよね。あの入金額が まあ、少額のうちは、まあ、指定通り出勤できたとしてもですね。まあ、元本が増えますと、連絡がつかなくなったり。なんか、出勤手数料とかね、そういう面部で、かなり、他のね、さらに、あの、出資を求めたりとかするわけなんですよね。あと、勉強会などを通じて、一対一のね、やり取りに持ち込まれて。実在しないファンデーの投資をね、進められるっていうケースもあるんですよ。あとね、アシスタントが出てくるケースって、あの。アシスタント。アシスタント、先生はお忙しいとかね。 そういうケースもあります。マネージャー的な立ち位置で、うん、でっていうことですね。はい、まあ、そうした被害を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。そうですね。ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。えー、っとですね。まあ、やっぱりね、これですね。うん、投資関連の広告をクリックしないっていうことこれは重要ですよね。これで、クリックしても。うん、ラインなどにですね。誘導されたら、まあ、これはちょっとね。 詐欺だと感じてイげることで広告を増やした押しました、はい、そこからいろいろやって LINE にどうですかみたいな、はい、そういうのはちょっとやっぱりね、はい、そういうふうなのがあったらこれは詐欺だと感じて逃げるっていうのはいいと思いますよね、はい、ある弁護士の方はですね、まあ、著名人がわざわざ他人のお金を増やしてくれることは決してないと。 直接あったことがない、えー、個人名義の振り込み先を指定された詐欺と考えて間違いないというふうに指摘しますね。はい、まあ普通に考えますとね、著名人って忙しいですよね。ねだからまあ無料の勉強会とかね、まあ開かないですよね。はい、そもそもですね。うん、じゃあもう開くってなった時点でちょっと疑わないといないそうですよね。いねはい。まあ無料はなかなかないですかね。またあの指定の振り込み先はね、法人名義の場合でもですね、はい、投資名目ならしょう金融商品取引業の登録があるかどうかこれは確認 するべきですね。こ、うん、の法人が登録してないなら、これは違法行為ということになってしまいます。うんうん、もう万が一ですけれども被害に遭ってしまったらどうしたらいいですか？うん、まあ、警察とか国民生活センターに相談することですね。うん、まあ、警察に被害届を出しますと犯人逮捕につながる可能性っていうのはありますよね。はあ、ただ被害額をね取り戻せるかどうかこれはちょっとわかんないですね。すねだからとにかく被害に遭わないことこれが重要ですよね。うん、まあ、SNS でね知り合った人と話してて。 まあお金とか投資とかそういうワードが出てきたらこれはまあ詐欺だとうう疑った方がいいでしょうが、ね、<ー>多くのケースは、ね、投資金を、ね、いざ出金しようとしますと、まあ、やれ手数料だのやれ時間がかかるだのと言われましてまあそこで、ねはい、あれおかしいと気づくケース多いんですけれどもうん、うん、ちょっとそれだと、ね、時すでに遅しという感じですよね。うん 警察や国民生活センターへということですけれども、はい、弁護士に相談するのはどうでしょう,そうです、ね、投資詐欺に強い弁護士に早めに依頼しますと、まあ、資金を回収できる可能性高まるかもしれないですよね。うんうん、ただしです、ね、弁護士が無資格のの業者と組んで被害金の回収を謳って 高額な着手金を取るような二次的な詐欺っていうのが増えているらしいんですよ。だからある専門の科の方は弁護士と直接話していないのに契約を求めて求められていないかなどに注意して拙速、うん、に委任しないことが大切だというふうに指摘してますね。ダ、えー、ブルで騙されてしまう可能性もあるということですか。そうですね。悲しいですよね。はい、だからもうとにかく騙されないためには欲を出しすぎないっていうことですよね。 やっぱ騙された根底にはまあ誰かに教えてもらって手っ取り早く大きく設けたいという意識、これやっぱあると思うんですよね。でも、そんなうまい話ね見ず知らずに人に転がり込んでこないでしょう、うまい話はあと人に教えることもないと思いますのでまあ注意してしてほいですよねはいただほど怖いものはないということですね。ということで SNS 特殊詐欺、投資詐欺ですね被害を防ぐにはというテーマでお伝えしました。 さて、剛さん、最近ちょっと鍛えすぎて今もてますねそれ、キャスターからね、聞いたんですよ、ボタンが放送中に飛んでしまうらしいそうですね、ちょっと最近、胸とかは強くなってきてますからね、全体的には体重を落としてるんですよ、今、去年の秋から見て、もう10キロぐらい痩せましたね。あれ、何を目指し ちょっとねやっぱりお腹のあたりが気になってたんで、はいはい、ちょっとやっぱり健康上のことも考えて痩せるようにしましたねあまりだから<何>そうですねまあ避難されるかもしれませんけど糖質をカットしますね<ー>お米 お米食べないんです。かだから今お米の価格上がってるらしいんです。けあ、そうですよね。よくわかんないですね。食べないんで。そうか、じゃ小麦系もあんまり。うん、食べないですね。パンもあんまり食べないですね。ラーメンも全然食べないです。私の主食なの。うん、食べない。です運動だとどんなことが効果がありますか。運動は本当は有酸素なんでしょうね。痩せるには。まあ、私はいろいろ普通の冷凍ばっかりなんですけどね。はい。わかりました。私も最近ちょっとダイエットしてるんですけど。そうなんですか。あの体重は。 増えちゃうんですけど多分筋肉はついてるなっていうあそれはやっぱり素晴らしいですねあ本当ですか、えー、あよかったそ筋肉をつくことによってまあ代謝もね良、はい、くなっていきますので、はい、ぜひあの続けていただければなと思います <laughs>、はい、お互いい夏を過ごしましょう,そうです、ね、はい。<laughs> ということででは最後締めお願いしますさあ皆さんそれではいきましょうはーいせーのマネー,マネー